ルチャー西尾でございます。ただいまやっている伊佐庵全県の旅の11軒目入りました。今ガラスイン県というところに来ております。後ろ見えてる恐竜のロータリーの近くにホテル取ってまして、ディノースタジオっていうところですね。で先ほどチェックインしました。ガラスイン県ってね、あんまり聞いたことないっていう人が多いと思うんですけど、ロータリーの恐竜見てもらえば分かるようにですね、恐竜の化石が出たっていうことで、まあ有名で、恐竜の博物館とかも あったりします。他に毎年5月にここもロケット祭りっていうのをやってます。野草トン県とかロイエット県ともらえるように。ただですね、ガラスイン県のロケットっていうのはタライみたいなまん丸い形してましてね、それがネズミ花火のようにぐるぐる回りながら飛んでいくっていう、めちゃくちゃ危険度高いロケット祭りで、僕もね7、8年前ぐらいに1回撮影に行ったことあります。だからそれ以来ですね、ガラスイン県。ガラスインって県名なんですけど、タイ国政府観光庁のウェブサイト見たら黒い水っていう意味らしいです。土地がそれだけ肥沃豊かだっていう意味だそうで、まあ、お米とかタピオカで使うキャッサバっていう芋の一種とか、あとサトウキビとか、結構伊佐庵の中でもですね豊かな方の一つだと言われています。まあ、そんなガラスイン県ですね、ちょっといろいろとまた回ってみたいと思いますので、またこの旅もよろしくお願いいたします。先にちょっと飯食いに行こうと思います。ちょっと晩ご飯食べに行きました。ムーガタ屋さんですね。プノンパンヌアヤンガオリーっていうお店なんですけど、まあ、ビュッフェスタイルのムーガタ屋さんです。お、ビュッフェスタイルかと思ったら違いましたね。決められてるのかな、聞き間違いかもな。勝手にビュッフェスタイルだと思ってたけど。今日はリオビールです。伊佐庵来たらこのアルミの鍋の多いっすね。イカも入ってますね、これ。これ内臓結構。お、なんか出汁取ってますね。そのお湯じゃないね、やっぱりね。あとはまだパックオンとか。まあね、結局ね、焦げちゃうんですよ、これ。言うて。一生懸命油塗ってもね、言うて焦げますよ。いただきます。ビュッフェじゃないから、肉いいっすね。僕、一個忘れたことあります。これね、卵を混ぜないといけないですね。ここがグリーンでね。これ忘れてます。これ多分ね、この汁も入れた方がいいと思いますよ。この。超いい感じに焼きました、これ。うまそう。肉うまい。やっぱ食べ放題のと違うね、ビュッフェとは。ここのタレをね、このスープに入れるっていうのはね、やってみてください。これタイ人もやってますから。うまいですよ、これね。タレがうまくなる、本当に。もう野菜とかが、何のタレもつけずに、本当にうまくなるから。350お会計は350バーツです。ビール 100バーツだったんですね。 あと氷代か、氷代も入れて。いやー、めちゃくちゃ食いました、腹いっぱいです。250バーツ十分。ガラシンにちょっと住んでる人に何かないですかって聞いたんですよ、見どころみたいなの。ただですね、ちっちゃいナイトマーケットありますよって教えてもらったのがここなんですね。 Google マップにも載ってないような超ローカルな夜市場です。これはなかなかレアな情報だと思いますよ。ちょっと見てみましょう。カオジーかー、カオジー、はいか、わあ、タラニプアティラギワナ。ジャンプサオ。ジャンプサオか。あ、ジャンプサオね。ああ。ここのナイトマーケットですね。月曜日と水曜日と土曜日やってるそうです。こっちサイクロクイさん、めっちゃ焼いてる。お。
さっきGoogle マップ載ってないって言ったんですけど、よく見たらここありましたね。名前がですね、ガラスインクロントン市場っていうところです。あ、医療品持ってますね、ここね。女性を、あ、これスマホ関係のもの。ってガラス線の若い子来てますね。若い子向けのマーケット。ちょっと衝撃プライス、20バーツの服売ってる。これは射的ですね、倒れたらもらえるってやつ。ここなんかちっちゃい魚売ってる。絶対魚かな。またこの顔汁のとこ戻ってきたんですけど、ここ人気ですね。買おうかな、ハート型の顔汁。はい、シーハーバー。あ、ハーバー。あ、シッパーでもいい。はい、シッパー。カップなか。こんばんは、こんばんは。このナイトマーケット別に規模自体そんな大きくないんですけど、ちっちゃいです本当に。ただここのカオジーはなんか美味しそうだね、買っちゃいました。ハート型のカオジー、これ美味しそうですね。これはホテル戻ってから食べます。ちょっと食べるとこないんで。あとね、後ろでやってたサイクロクイさん、ここも美味しそうでしたけどね、もうなんか全部売り切れちゃったのかな、なくなっちゃってますね今ね。多分ここ以外にナイトマーケットないと思うんで、ガラスインはちょっと夜ねやることないんだったら来てみてもいいと思います。ただし月水土です、オンリー月水土だけです。帰ろう帰ろう。おはようございます。2022年1月2日、今ガラシン県の2日目ですね。今日はちょっとガラシン県の見どころみたいなところをですね、見に行きたいなと思ってました。でお寺とかも行くんですが、その中にですね、シリトン博物館、恐竜のね博物館が、あって、そこも行こうかなと思ってたんですが、残念ながらですね、今ガラスインからですねオミクロン株感染者が見つかったみたいで、それを受けてですね、その博物館が12月28日から休業になったということで、そこはちょっと見に行けないということになりました。その他ね、ちょっといろいろ他に見に行ってみたいなと思います。さて今ホテルを出発しました。これからですね、ちょっとなんかね、寺院へ向かうんですが、ちょっとその前にですね、車を洗おうと、洗車、しようと思ってまして、まずはそこから行きます。そこは多分ライブ配信になると思うんですけども、その後お寺行きます。はい、見えてきました。最初行こうと思ってたのが仏塔です。おお、すげえな。ガラシンの中心部から30分ぐらいですねかけてきたのがワット・プッタ・ニミットっていう寺院です。ここのワットの中、寺の中ちょっと入ってみます。木造ですね、全部寺院ね、これで中入れないみたいです、これ、ブッディズムガード、ね、これはすごいな、このブッドもすごい。これクメール風の仏塔らしいですね。確かにちょっと違いますもんね、タイでよく見る仏塔とは。ここは中入れるみたいなんで、中入ってみます。わあ、すごいですね、内部も。あれ、上は布ですね、あれ布になってるのか。これも面白い仏像ですね。やっぱクメール風だからこうなってるのかな。これも結構でかいな、これ。
だから表情が違いますね、やっぱりね、タイの仏像と。あ、こっち側にも仏像あるんですね、こうやって立像か、立ってる仏像。こっちには涅槃があるんだ、いろんな体勢の仏像がある。立像、座ってるのと立ってるのとことね、涅槃の。さっきのですね、仏塔のあるところの寺院出発して、次ね、丘の上にある珍しいちょっとお寺の方に向かっております。なかなかの山道入ってきました。下砂利です。これ結構な道ですね、これ結構きついね、傾斜。着きました。ここですね、ワットプッタサタンプーシンというお寺です。ここはさっきと違って結構人多いですね。まあまあ今日日曜日ですけれども。ここはお土産物屋さん。あ、滝がある、滝。あー、白い真っ白の仏塔が立ってます、ここに。みんなあれですね、靴脱いでお花持って手合わせながらこう時計回りに回ってますね。こっから見る景色が素晴らしいですね、ここ。地平線見えるよ。この回ってる人も、こう靴脱いでる人と脱いでない人がいるな。どうなんでしょうね。今年は虎年ですし、私年男虎にお祈り捧げます。親近感感じます。あのお坊さんがこうコントロールしてるんですね、これ。上がってくる車と降りてくる車がなるべくこう鉢合わせないように下とこう連絡取りながらやってるんですね。なるほど。で今からですね、向かってんのはとあるカフェです。でこちらのカフェですけれども、なんと日本人がやってるんですね、カフェなんですよね。でちょっとその方にですね、お会いして、いろいろ話を聞こうと思ってます。さっきの寺院からね、そんな離れてないんで30分ぐらいで着くと思います。はい、ですね、ここが、このカフェがですね、庭っていうカフェなんですけども、ここはなんと日本人の方が経営してるっていうカフェで、ちょっと前にツイッターで僕見ててですね、知ってたんですけれども、今日ですねちょっとお邪魔して、なぜここでガラシンでですね店やろうとか思ったのかとか、いろいろとですねちょっとお話を聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お名前からちょっといいですか。はい、名前は戸田雄三です。戸田雄三さん。はい、雄三さんですよね。そうですね、雄三って言われます。はい、ね、もともとあれですよね、バンコクでバーされてて、ホットスポットですね。はい、一応今も名義というか、その、まあ、代表の名前は僕があります。はい、でもお店には行ってないですね。行ってないです。今日本人のスタッフがいるんで、でもう任してっていう感じで。大阪にも一応バーがあるんですよ、ホットスポットっていうバーがあって、はいはい、そこの僕が現地代表みたいな感じですね。タイの現地代表と、ね、はい、一応まあ集計だったりとか、そういうまあスタッフとのやり取りとか今もまだやってます。でもともとそのバンコクに来るっていうのは、はい、ホットスポットのバンコク店やるっていうことで来られたって。そうですね、立ち上げで。はい、それまでタイには来たことあったの？その出店が決まってからの視察では来ましたけど、それまでは行ったことはなかったです。したことはなかったです。でいつか海外で何かしたいなとは思ってたんで。そのホットスポットオープンしたのが何年なんですか？
先月12月で5周年だったんで2016年約して5年、はい、ガラシンに来ようっていうきっかけまあそこでバーされてたわけじゃないですか、はいはいはい、2016年から、はいはいはい、そこからなぜガラシンにこうなるのかっていう。ガラシンはまあ僕の妻の実家がガラシンなんですね。ああ結婚されてるんですね。そうです、はい、結婚してて、タイ来て奥さんと出会って、はい、そうです、結婚したんです。はい、結婚しました。ここ僕経営というよりも嫁経営です。なるほど奥さん名義だ。奥さん名義、もう全部何でも奥さん名義。全部奥さんですね、はい、でもその結婚したのはバンコクじゃないですか。はい、バンコクで結婚して、はい、そのガラシン行こうっていうのはどういうあれなんですか。まあもうロックダウンですね。もう全部コロナのせい、コロナのおかげというか、2020年のコロナでバーが営業できなくなって、はいはい、そうですね、その時にまず3月ぐらいから営業停止に1回なったんですよね、はいはいはい、でそれで時に1回ガラシンに1ヶ月か2ヶ月来たんですよ。あ、まず、そうですね、はい、もう営業本当にあの時一番最初何もできなかったんで、バーはーでちょっと何か、まあ、どっちにしてもバンコクいてもっていうところだったんで、うん、とりあえずガラシン来て、それがもう約2年前ぐらいですよね。はいはい、そうですね。何かやれることはないかなっていうのはガラシンで探してて、でその時に始めるきっかけになったのがエビの養殖なんですよ。エビ養殖なんてやったことないですよね。ないです、はい。でやろうかってどう、何で思いつくんですか、エビの養殖。いやもうとりあえず時間がめちゃめちゃあって、はいはい、もうその妻の実家の周りはエビの養殖がめちゃめちゃ盛んで、あれやっぱりガラシンってエビの養殖が盛んなんですか。盛んなエリアもあります。あ、まあ、僕もちょっとよう分かってないですけど、うちの妻の実家周りはもう完全にエビです、はい、それでエビの養殖見てて、なんか結構成功してる、まあ、タイ人の方とかいろんな話聞いたりとかしても、あ、いけるんちゃうかなっていうのは。あ、そうですか。いや、なんかあんまりコストかけてないんですよ。あ、意外と、意外とかけてなくて、なんか土地がいりそうな気がしますけど、結構。あ、そうです、土地で、それが土地がやっぱ親戚が土地持ってたりとか、あ、まあ、そういうのでまあ安く借りれたりとかっていうので、まあちょっとまあどのぐらいかかるんだろうなって計算した時に、うん、5年ぐらい経った時にまあ利益は出るかなっていうので計算したら、まあまあ多分取れるやろうなっていうので、採算取れそうだなっていうので2年前、7月くらいですかね、に多分始めました。あ、だからロックダウン3月でガラシン移って、はいはい、4ヶ月後にエビ養殖やろうかみたいな。そうですね、もう始めたんですか、7月で。だと思います、確かに。でもとりあえずはその事業家っていうのも、とりあえず、まあ、うちの奥さんのお父さんとお母さんにやってもらうっていう形で今進めてる段階ですけど。もう養殖やってるんですか。あ、養殖はもうやってて、もう全部売ったりもしてるんですけど、はいはいはい、それも全部もうローカルであれしてるんですよ。タイ人のブローカーが取りに来てみたいな。あ、そうなんですか、はい、っていう形なんで、とりあえず まあまだ個人事業というか。あ、でやって、はい、でもなんかもう一個やりたいみたいなのになってきたわけですよ。そうです、養殖だけでとりあえずの、まあ、ね、収穫もあんまり、まあ、そこまでめちゃめちゃ大きいのってないんで、はいはい、でも養殖ばっかり言ってても、まあ、時間はあるんで、ちょっと何かやれることはないかなっていうので。別にずっと見とかなあかんわけじゃないですか。そうですね、特に毎日のこととしてはもう本当に餌やりだけなんで。なるほどね。あとはまあ本当に綺麗にしてっていう形だけなんで時間はいっぱいあるわけです。時間はたんで、それで自分でちょっとなんかやれるものはってなったのか、やったのがこの庭カフェです。なぜそのカフェにしようと思ったなんかあるんですか。それ結構この場所って、はいはい、まあまあそのガラシンの中心部からまあちょっと20分ぐらいですか、はい、15分から20分ぐらいですよね、はい、車 で、まあ、中心部ではないじゃないですか、はい、ここでそのカフェっていう、妻がやりたかったからっていうだけです。カフェをやりたいって言うてて、奥さんが。そうですね、はい、どっかないかなって探してて、なんか Facebook で、まあ、ここがたまたまそのなんか貸し出しって出てきたんで、はい、あ、じゃあだからその戦略的に絶対カフェ当たるっていう感じじゃなく、奥さんがちょっとやってみたいみたいな感じで、やってみたいっていうのあったのと、うん、あとまあそれで待ってめちゃもう街中をずっと見てたんですよ、うん、いろんな、はいはい、で勝てるかなっていうのはあって。でもなんかガラシンの街中もおしゃれなカフェありますよね。めちゃめちゃ多いんですよ。ですよね。でもそのなんかここのカフェってカフェだけなんですよ。でもカフェとご飯とかだったりカフェと何かみたいなのって全然ないなと思って あとまあ、はい、ガラシンにマクドナルドないんですよ。あ、そうなんですね。でハンバーガーないなってので、でまあホットでもハンバーガーやってたのもあり、じゃあハンバーガーとカフェっていう形でスタートしようと思っ
で、まあ、スタートしたのが庭カフェはハンバーガーとカフェ。なるほどね、はい、だから最初のところに書いてありますもんね、バーガー。そうですね、はい、バーガーって書いてます。開けてみた感じっていうのはどうだったんですか。開けてみた感じは本当に1ヶ月目は結構大変というか、まあ、そんなにね売り上げもそこまで、全然まあ、ね、最初は名前も知れてないし。そうですね、そのこの辺に別に知り合いもいないんで、嫁自体も別に地元はこの辺ではないですし、でまあ Facebook 載せたりとか、はい、まあ、あとはそのお客さんがどんなものを求めてるかとかだったりとか話して、やっぱり結局求めてたのは日本食やったっていう、日本人が作る日本食とか。あ、だからここには日本人が働いてるぞみたいな。でそれで本当に病院のオーナーさんとか来てくれて、そこから気に入ってくれていろいろ紹介してくれたりとか。だからそういうちょっと富裕層な人が日本食食べたいと、はいはい、そうですね、富裕層思ってたより多かったですね。あ、実際ここもね、なメニューも丼もね、はい、カツ丼。結構日本食は当たってるわけですね、これ。めちゃめちゃ当たってますね。本当にこの半月ぐらいは、はい、まあ、結構その感触はあります。なるほどね。だから別に宣伝してるわけでもなく、はい、口コミだけで。そうですね。あとまあ Facebook のこのガラシンのコミュニティみたいなのに載せたりはするんですけど。あ、はい、バンコク住んで、はい、まあ、ガラシンに来たわけじゃないですか、はい、どうなんかそう、ね、住んでみた感じというか。そうですね、めちゃめちゃ住みやすいです、ね、めちゃくちゃ住みやすいどういうとこが住みやすいんですか、バンコクよりも。いや、まあその気候とかであったりとか、はい、まあ、ゆるさといいますか、 あとはもうこの感じというサバイサバイな感じというか、まだ物は手に入りにくいんですよね、やっぱり。まあね、そうですよね。何か買おうとしたらやっぱ根拠に行かないとやっぱダメなんで、そういう点の不便さはあるんですけど、はい、ゆっくりしてる感じはありますね。で今までそのバンコクでバーやってて、はいはい、言ったら接客業じゃないですか。はい、そうですね。もう日本人と毎晩こう喋るわけじゃないですか。 そうですね、はい、それがもうまるっきりなくなるわけじゃないですか。間違いないですね。ウィーン触れて、次タイ人ばっかり囲まれてるわけですよ。もう遺産語でめちゃめちゃ話しかけてじゃないですか、はい、その辺ってもう全然その環境の違いっていうのはあんまりすぐ慣れたという、僕は感じてないですね。何もない、何もないです、ね、別になんか日本人で喋りたくなってなるとか、そこもない、別にないですね。あ、でも本当にチャンスだらけやとは思いますね。あ、なんかさっきはちょっと言ってましたよね、はいはい、そうですね、イサンがチャンスある。イサンはもうブルーオーシャンですで、あの僕もさっきもちょっと話したツイッター見たら、ラーメンがチャンスあるっていうね、はいはい、そうですね、書かれてて、はい、いや本当ガラシンに1軒しかラーメン屋さんないんで。それタイ人がやってるぐらい。タイ人がやってて、あ、めちゃめちゃ味薄いんですよ。でも普通に満席なんですよ。味薄いんですね。いや、水に醤油入れたのが醤油ラーメンで、そんなレベルなんですか。水に味噌入れたのが味噌ラーメン。そんな出汁も効いてないような感じなんですか。いや、そうそう、出汁なんて効いてない。お湯醤油みたいな。お湯醤油みたいな。ママの方がうまいだろこれみたいな。いや、そんな入ってるんですね。いや、ほんまそれでも入ってるんだよ。じゃあ今取り組んでるわけですね、ラーメン。 ありますといえば、どうしましょうか、食べますか。え、もうここでやってるんですか。はい、今試作で結構やってます。もうね、ここで出していくってことですか。そうです、まあ、まずは、まあ、ここで反応見たいなっていうのもありますし、なるほど、まあ、あとはもう来月か再来月ラーメン屋をちょっとやりたいなっては思ってます。もう物件探してる。物件は見てます。てか物件めちゃめちゃ入ってるんでそっか、今もコロナで閉まっちゃってるとか、はい、そうです。でも家賃3000とか5000バーツなんで。そうか、今度ガラシンでとりあえずやってみて、はい、これいけそうやったら、はい、ちょっとチェーン展開みたいな。それはありますね。ガラシンでできるんだったら、はい、正直ロイエってもできるし、はい、まあ、サラカムでもできる、ペチャブンでも、ブリラもどこでもできると思うんですよね。今例えば、まあ、ホットのスタッフであったりとか、まあ、知ってるタイ人の子らの地元でやってもらうようなチェーン展開とかできればいいなって思ってて。あ、なるほどね。なんかまあそれも雇用も埋めるし、まあ、収入も絶対埋めるとは思うんで、はい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 、今後はさらにそのラーメン需要とか。そうですね、タイの田舎で挑戦してみたいっていう人もいろいろおられるでしょうからね。そうですね、まあなんかちょっとやってみたいなって、まあ本当かどうか分かんないけど言うてくる人たちもやっぱいますし。いや、なんかやっぱりチャンスありそうですよね、イサン。そうですね、あると思います。ということで今日ですね、この庭カフェガラシン、日本人がやって唯一の店でいいですよ多分。おそらく見たことないです。今日ちょっとお話を伺いまして、イサンの可能性いっぱい聞かせていただきまして、でまた明日は下でちょっとね、エビの養殖場も実際に見せていただいて、こんな感じでやってるというのもライブ配信でちょっと明日はやろうかなと思ってます。それはまた下の概要欄リンク貼っておきますんで、
そちら見てみたいという方はぜひそれ見てください。ということで今日はありがとうございます。明日もまたじゃあちょっとよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はガラシン県の最終日です。ついさっきまでですね、ゆうぞうさんのエビ養殖場でちょっとライブ配信をしておりまして、それが終わりましてですね、これからまあ次の県向かおうと思ったんですけども、エビ養殖場でエビ見てるとですね、エビが食いたくなりまして近くのお店に来ました。エビがうまいと評判のですねお店でございます。エビメニューたっぷりありまして、ちょっと面白いなと思って、こんななんかこうちょっとこう個室タイプの座席もあるというところですね。ここで3品頼みました。グンパオ、トムヤムグン、グンオプンセン、エビ三昧です。さあ皆さん来ました、グンパオです。なぜか皿が2枚になってますけどね。これなんだろう、これから入れか、あ、から入れね、これ多分。さっきエビ養殖場でエビちらほら見てるとですね、どうしてもこのやっぱりグンパオが食べたくなりますしね。これね、ソースつけていただきます。うん、か、真面目で、この卵がね入ってますから、これ、うん、やっぱり目覚めてた。本当はビールですけどね、しょうがない。続いてきたのがグンオプンセンです。グンオプンセンやでー、このなんかチムチムの鍋入ってるのいいっすね、これ。ほら見て、これドラドラ、やっぱよう混ぜた方がいいっすな。ん、梅雨だくや、ここ春雨は正義ですよ。ちょっと甘めですね、味付け。うん、レモングラスも喋っちゃう。うん、あ、トムヤムクン3品目がトムヤムクンです。そんな酸味強くないですね、甘みも。飯合うね、飯合う。もう超腹いっぱいでございます。億円。そんなわけでですね、これでですねガラシン県編は終わります。で、私はですね、次の県、伊山全県の旅のですね12県目、ムクダハン県へ向かいたいと思います。これから今回もご視聴いただきましてありがとうございます。また次回続きますので、ムクダハン県編もよろしくお願いいたします。最後いいね、チャンネル登録もお願いいたします。